スプリングフィールド M1892 は、アメリカ合衆国で国産化されたクラッグよる原戦、ライフルである。単発式のスプリングフィールド M1873 を更新するべく、1892年に採用された。アメリカ軍が採用したものとしては、初めて無塩化薬弾を使用するライフルだった。 改良型として M1896 と M1898 があるほか、機兵向けに設計されたカービンモデルが何種類か存在する。1903年、スプリングフィールド M1903 によって更新された。トラップドアスプリングフィールドノルウェー製、クラッグ・ヨルゲン線 M1892 の構造図1890年の 時点でアメリカ合衆国における軍用小銃の開発は他国に遅れをとっていた。当時アメリカ陸軍が主力不標銃として配備していたのは黒色火薬団を用いる単発式のスプリングフィールド M1873 だったが他国ではすでに無煙火薬を用いる昇降計団やそれを用いる連発式小銃の開発が広く行われ主力不評銃としては 先進的なボルトアクション方式小銃の配備が進められていた。1890年11月24日、状況を有料したアメリカ陸軍は、断層付け銃委員会を設置し、新たに採用する連発式不標銃、騎兵銃に適した断層方式の模索を始めた。1892年8月20日、委員会から報告書が提出された。これによると、 次期小銃は、フランクフォード兵器省が開発した30、後継無煙火薬弾を用いることとし、外国で主力不標銃として採用済みだった10種を含む53種の小銃が候補として推薦された。そして、その後の審査を経て最優秀候補として選ばれたのが、ノルウェー製のクラッグヨルゲンセンライフルであった。クラッグ小銃は、 右側面に装填口のある特徴的な後連発固定式断層を備えた、ボルトアクション式小銃で、マガジンカットオフ機能を用いると、必要に応じて、単発式小銃のようにも使用できた。クラッグ小銃は直ちに採用される運びとなったものの、自国製小銃を退けて、外国製小銃を採用することへの反発があり、議会は、 クラッグ症獣に関する計画を一時中止させた上、アメリカ製断層付け症獣試験委員会の設置を命じた。新たな委員会は1893年3月1日に設置され、14種類の症獣が候補として試験を受けたものの、最終的な結論は、アメリカ製症獣はいずれも推薦に値しないというものだった。クラッグ症獣の国産化は、 スプリングフィールド造兵賞で進められた。正式名称は合衆国30、後継弾装付小銃 M1892 とされ、スイス製、シュミットルビニ M1889 小銃用の、ものとよく似たナイフ型銃剣を取り付けることができた。1894年1月1日に、最初のライフルが完成し、10月までに、限定的配備に、 十分な数の調達が行われた。機兵銃モデルの設計も計画されていたが、採用の遅れの影響もあり、ごく少数が試作されたのみで採用には至っていない。トラップドアスプリングフィールドに比べれば非常に先進的で使い勝手の良いライフルとして兵士には歓迎された。ものの、配備が進むと、ウィンベージ調整機能が用意されていない点などの、 欠点も指摘されることになる。米非戦争最中のアメリカ兵ら M1896 を持ったチャールズ・チャップリン。映画、単衛銃での写真1896年、M1892 の運用を踏まえて、改良を加えたモデルが、合衆国30後継断層付け少女 M1896 として採用された。大きな変更はなかったが、クリーニングロッドを、 重心下に収める一体式から重症内に収める三分割式に改めたり、重症自体の強化、リアサイトの改良など多数の改善が加えられている。22インチ重心を備える騎兵重モデルも設計され、1896年5月までに大部分の騎兵部隊でトラップドアスプリングフィールドカービンを更新した。機関部は不標重と、 騎兵銃で共通だったが、騎兵銃用のリアサイトは、重心長を考慮して、メモリが改められており、区別のために C という文字が刻印されていた。1897年度から M1892 は順次、スプリングフィールド造兵省へと送り返され、1902年度までに、大部分が M1896 へと回収された。 M1896 に、さらなる改良を加えたモデルが、合衆国30後継断層付け小寿 M1898 である。M1898 では、マガジンカットオフレバーが使い勝手を良くするために、従来とは逆さにされているほか、ボルトハンドルシート部を改良することで機関部が、簡素化されている。これらの変更に関連して、 重症の形状も改められたほか、他の部位にも細かい改良が行われている。従来のモデルと一部の部品互換性は維持されていた。リアサイトは当初、M1896 と同一だったが、後に、ウィンベージ調整機能などを加えた M1898 リアサイトが採用されている。リアサイトは M、M1901、M1902 といった改良型が後に、 採用されている。M1898 基兵銃も、不標銃とと共に採用されている。基本的には、M1896 基兵銃の機関部を、M1898 のものに入れ替えたのみの、設計で、重傷の一部がこれに合わせて削られていたが、リアサイトなどは、M1896 のものがそのまま使われた。 騎兵銃の製造は1898年8月15日から始まった。M1898 騎兵銃に、さらなる改良を加えた M1899 騎兵銃もある。これは、M1898 レアサイトを取り付けるために、重傷及びハンドガードを長くして、リングバー型の札は取り付け部を廃止したもので、1899年8月に、 合衆国30後継断層付き騎兵銃 M1899 として採用された。リアサイトは後に M1901 及び M1902 へと更新された。M1896 騎兵銃は大部分が M1899 騎兵銃へと回収されている。主に製造された不標銃と騎兵銃のほか、22後継の訓練用小銃なども、 少数調達された。M1899 機兵銃に M1898 不標銃の切り詰めた銃傷を取り付けたモデルも少数調達され、フィリピン警察軍や一部の国内の軍学校にて使用された。クラッグ小銃を用いて銃剣格闘の訓練を行うアメリカ兵 M1892 及び M1896 の本格的な実戦投入は、 1898年に勃発した、米西戦争でのことだった。当時の常備軍の規模はおよそ2万5千人だったが、義勇軍の召集により、総兵力はおよそ12万5千人まで増加した。しかし、m 1 8 9 2に及び M1896 の備蓄は、不標銃およそ5万丁と、騎兵銃およそ1万5千丁のみ。 スプリングフィールド造兵賞での生産がも1日あたり100兆程度で、多くの部隊において、旧式のトラップドアスプリングフィールドが配備されることになった。一方、セオドアルーズベルト中佐式下の第一、合衆国義勇気兵隊は精鋭部隊と位置づけられていたこともあり、M1896 機兵銃の配備が行われていた。その後の米比戦争をはじめとする植民地での 治安作戦や義和団の乱における破兵の際にも M1896 が使用されている。戦時中に大きな問題にはならなかったものの、米西戦争でスペイン軍が使用したモーゼル M1893 と比較したとき、M1896 にはいくつかの端緒が指摘された。例えば、相談士を用いるモーゼルは、 M1896 よりも素早く装填が行えたし、堅牢なモーゼル式、ボルトアクション機構により、30から40クラグ弾よりも強力かつ高速な 7X57mm モーゼル弾を射撃することができた。こうしたクラッグ小銃特有のいくつかの欠点は、以後も繰り返し指摘され、正式小銃としての寿命を縮めることにつながった。 装填方法を改善するための試みの一つとして、1898年に、エドワード・ジー・パーク・ハーストが考案したパーク・ハースト雑誌、男子装填機がある。これは、クリップガイドを装填口に、リベットで固定し、専用の5連発雑誌男子を用いて、装填を行えるようにするものである。いくつか提案されていたアイデアの中では最も、シンプルなもので、 取り付けが容易かつ安価だった上、テストの結果も極めて良好だった。しかし、サンティアゴデ・クーバー位戦後の報告によれば、M1896 は、もっぱら、マガジンカットオフを利用して、トラップドアスプリングフィールドと同様の単発銃として用いられ、断層は単に予備として使われているとされており、こうした指摘を背景に、 パークハーストの装置を用いることは、我が軍における運用に適さないと判断された。もともと、マガジンカットオフは照準を、単発、連発療養とするため設けられた機能で、装填の余裕がある、長距離戦闘時には球団を切って、単発銃としても落ち、即射性が強みとなる中近距離戦闘時には球団を行い、 連発銃として用いるという発想に基づいている。当時、連発式不標銃の運用方法を模索している最中だったアメリカ陸軍は、弾装を常用させると無駄な射撃が増え、平坦上の負担につながりうると危惧していた。また、多くの将校は依然として、正射戦術の有用性を信じていた。プロジェクトが最終的に放棄されたのは1902年8月の、 ことだった。M1903 一方、陸軍武器省では1900年から、モーゼル式、ボルトアクションと、先進的な弾薬を採用した、新型小銃の設計に着手していた。1903年、この小銃が、スプリングフィールド M1903 として採用された後、M1898 の製造が終了し、製造設備は、 M1903 用に転換された。1910年までに常備軍の大部分で M1903 への更新が完了し、M1898 は予備装備として保管されるか、州防衛軍などの民兵組織に払い下げられた。1917年、アメリカが第一次世界大戦に参戦した時点で、およそ16万兆のスプリングフィールド製、クラッグ小銃が、 予備装備として保管されていた。国内での訓練に用いられたほか一部の鉄道工兵連隊がフランスへの配備に際しに戦長の M1898 を支給された記録がある。主力戦闘部隊での使用は確認されていない。M1892 の採用後、アメリカ陸軍は初めて正式狙撃銃の採用に向けた検討に着手した。 それ以前にも、望遠照準機付けの狙撃銃は使用されていたものの、いずれも民生品の照準機を取り付けたもので、正式採用はされていなかった。1900年、M1898 にカタラクトツールオプチカル使用、性照準機を取り付けた、狙撃銃が3丁試作された。ただし、間もなくして、 M1903 が採用されたため、M1898 を用いた、狙撃銃の開発はすべて中止され、以後の調達は行われなかった。この時期、アメリカ陸軍では狙撃手を指して、シャープシューターという言葉が使われていた。第一次世界大戦の終結後、余剰となった M1898 は、民間に放出され、この際に多くが、 両銃やスポーツ銃として回収された。同様に放出された。30から40クラグ弾とともに非常に安価に販売され、世界恐慌の影響下にあった1920年代末から1930年代にかけて、比較的入手しやすいライフルとして普及した。各モデル合わせた、スプリングフィールド製、クラッグ小銃の創生産数は、 およそ四十七万五千兆だと言われている。ありがとうございます。